者数が1000人いきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。コメントもね、優しいコメントばっかりで、なんか本当にね、あ、なんか優しい人っていっぱいいるんだと思いましたなんか言い方おかしいけど、そう、なんか私ってあんまりコメントするタイプじゃなくて、世代の
印爆上げ、爆上げシリーズ。反転しちゃってるか。これお茶犬の絵や友達コレクション、まあこれ有名だね。あとこれこれこれ、たまごっちのプチプチおみせっち。これはね、まあ伝説ですね。なんか伝説、なんか TikTok とかでもよく出てくるけど、ね、みんななぜか記憶に残っている。プチプチお店っち、なんかたこ焼きお店屋さんみたいなゲームでたこ焼き作ったりとか、温泉屋さん銭湯とかあってね、懐かしい。入れたりするんですけど、なんかその時にいちいち効果音みたいなのがついてて、なんかネギ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 って言うんですよ。それがね、謎に印象に残ってる。これもね、マジで可愛い。お茶犬マジで可愛い。なんかこれに出てくるお茶犬が滑り台を滑る時のモノマネができるんだけど、元ネタを知ってる人がいなさすぎて、披露する場所がないっていう。牛の小屋とか建てられるんだけど、それをなんか材料が選べて安いやつでもう建てられるんだけど、藁みたいな。そうするとなんか台風来た時に小屋が全壊して、中にいる鶏が全部死んだんですよ。なんかすごい、あ、すごい現実と厳しい。3匹の子豚みたいな教訓的なものを教えてもらったわ。でもこれはなんか未だに稼ぎ方がよく分かんなくて、効率のいいで、なんか本当はやっちゃいけないけど、物を増殖するバグみたいなの使って稼いでたせいなのか、データが飛んじゃってそっからやってないですね。センター試験の1週間前くらいも、なんかマジで私センターを舐め腐ってて、こればっかやってたんですね。まあね、データが飛んだのは大学が受かった身代わりだったのかなと今思ってるんですけど、これはね懐かしいですね。何人かいて。
55日、じゃない、魔法の店の方だ。魔法のお店と魔法の街があります。これはね、ちょっとね、似てるんですよ、動物の森と。でも結構動物の森よりもやり込み要素があるから、やりがいはあるんだけど、ちょっと複雑だから、多分動物の森よりもメジャーじゃなかったのかなっていう予想。どう森のがシンプルだから分かりやすいっていうのある。これでもめっちゃ面白いんだけど、一つ嫌なとこあげれば、そのリセットさんみたいなのが出てくるんですけど、あ、出てこない、出てくるじゃなくて、リセットしろい。